そのな、どう、ゆるす。今回は、巷で噂の単語帳、ディスティンクションについて紹介したいと思います。突然ですが、僕が今回勝手にレビューさせていただくのは、僕が尊敬してやまない英語界のレジェンド、アツさんが出版されたこのディスティンクションという単語帳ですね。僕は今までシステム英単語という単語帳を使っていたのですが、先日ついに250章を突破し、さすがに飽きまして、そういえばアツが単語帳出してたな、ということをふと思い出し、速攻公式サイトで購入しました。そして現在このディスティンクションを使い始めて約1ヶ月が経ったので、今回はこのディスティンクションのバカ正直赤裸々レビューを送られない程度にやっていこうと思います。ディスティンクションとは、日本では出会わないネイティブが日常会話で使う表現や単語を中心に作られた単語帳で、受験英語よりも発展したより実践ベースの単語帳って感じですね。で、実際にディスティンクションの中はこんな感じで、左から単語表現、例文、和訳と語源、そして同義語という配置になってますね。中の表現や単語を見てみると、初めて見るフレーズや、あ、こんな言い方するんだってものがたくさんあって、すごく新しくて刺激的な単語帳だな、率直に思いましたね。しかし僕自身、最初にディスティンクションを開いた時は正直なんだこれって感じでした。というのも、単語帳をざっと眺めても、見たことも聞いたこともない表現ばかりが並んでて、正直こんな表現使うのってずっと半信半疑で、さすがにアツもここまでがとか思ってましたね。しかしディスティンクションを使い始めて1ヶ月、明らかに英語の見方が変わってくるんですよ。いや、これ使うかと半信半疑で覚えた表現が、実際海外ドラマとか友達の会話でバンバン出てくることに気づいたんです。今までは意味わからないけど、まあいいかと素通りしてた単語や表現が、その中に面白いように詰まってて、で、それらを覚えていくうちに、海外ドラマの内容がより理解できてストーリーにのめり込んだり、友達との会話が以前にも増して楽しくなったんです。それに気づいた時はもう、まずって感じでしたね。それからもうこのディスティンクションにドハマりしてしまいまして、今はせっせとこれを使って単語帳爆速回しを行っているわけであります。じゃあ実際具体的に何が良かったのってことで、ここからはこのディスティンクションの特に良かった点3つを紹介したいと思います。ディスティンクションの推しポイント1つ目は、まず同じ意味の基本単語も載ってるってとこですね。正直こんな表現使うかと半信半疑で覚えていくのは、まさに苦行オブ苦行なのですが、この単語帳には右側にメインのフレーズと同じ意味の標準的な表現や単語が載っているので、まず最悪右側のやつ覚えればいいかと気軽なメンタルで読み進めることができ、結果的にボキャブラリも増えました。2つ目は、表現の由来が載ってるってとこですね。あの、暑さには申し訳ないんですが、このディスティンクションの中には日本語の感覚では理解しえない意味不明なフレーズも入ってるんですよ。でもその一つ一つのフレーズに、その表現の成り立ちやポイントが細かく書かれてるので、あ、そんな意味もあるんだなと割と楽しく覚えられましたね。最後3つ目は、なんといっても例文のクオリティがすごいです。僕は出産爆速回しの時に例文も一緒に音読していたのですが、あ、正直飽きるんすよね。でもこのディスティンクションに載ってる例文は、そっくりそのまま日常会話で使える文章がたくさんあるんですよ。なんで例文を音読したらいいの、僕にとってはもう、って感じでしたね。で、話は変わるんですが、このディスティンクションという単語帳の裏には、アツさんの並々ならぬ思いが込められてるんです。これは僕がたまたまオーストラリアでアツさんのディスティンクション制作現場を目撃した時の話なんですが、オーストラリア留学中、僕はメルボルン市内にあるデュークスコーヒーというカフェによく通ってたんですが、なんとこのカフェがアツさんの行きつけのカフェだったんですね。ある日僕がふとデュークスコーヒーに立ち寄った時、たまたまアツさんがいて、なんと写真を撮ってもらったんです。で、その時に、何してんですかと聞いたら、いや、ディスティンクションを作ってるんだよと言ってて、思わず、いや、アツっすねと返したんですが、そしたらアツさんが、あ、そう、リオ君に聞きたいんだけどと突然僕に聞いてきて、え、何ですかと言ったら、いや、そう、って単語の T の発音って、うんってなるじゃん。その発音記号の表記をケンブリッジディクショナリーにするか、オックスフォードディクショナリーにするか迷っててさ、と聞いてきて、あの、ちょっと何言ってるかよくわかんなかった。でもその時に、一つ一つの単語にこだわるアツさんの熱量がものすごく伝わって、実際に完成度もバケモン級だったので、やっぱアツさんすげえなって心から思いましたね。僕もそのアツさんの思いを背負って、こいつらボロボロになるまで使い手足をやると思います。このディスティンクションは、これから留学を考えてる人や英語を話せるようになりたい人には最高の単語帳だと思うので、興味のある方はぜひ手に取ってみてください。ということで、最後にあの言葉を使ってこの動画の締めとさせていただきます。アツ